BS 朝日、株式会社、BS 朝日、BS 朝日、朝日サテライトブロードキャスティングリミテッド、BS 朝日、BS 朝日は、東京都港区に本社を置く、BS デジタル放送を行っている、テレビ朝日系列の衛生機関総事業者。他の民放系の BS デジタル放送局と共に、2000年12月1日に放送を開始。 現在のキャッチコピーはあなたのハートに。2011年3月まではアースフレンドリーメディアみんなアーシストが使われていたが、このコピーは現在も局のコーポレートキャッチコピーとて使用されており、放送局として環境問題に取り組むだけでなく、自然や地球を見つめる姿勢を打ち出している。2014年12月までは明日の心にが使われていた。 かつては、テレビ朝日とは別個の建物に、独自のスタジオを所有しており、オリジナル番組のほか、テレビ朝日制作の地上波向けの番組の収録でも、使われることがあった。ニュース番組についてはすべてテレビ朝日の、本社スタジオから放送されている。原宿級本社は、テレビ朝日とは、局舎が離れているものの、専用の双方高校回線で結ばれており、 生放送を含む番組のハイビジョン伝送が可能。喪失マスターも他の民放系 BS デジタル局とは異なり、開局当初から唯一独自の施設内に設置されていた。BS 朝日の旧本社社屋は BS コロンブスの愛称がついており、2006年10月に同ビル内にテレビ朝日系列のテレ朝チャンネル2を放送する旧衛星チャンネル9。 アサヒニュースターの本と演奏所外転、あとに、旧、衛星チャンネル、アサヒニュースターは、テレビアサヒに吸収合併した。関連会社として、データ放送を扱うデジキャス、デジタルキャストインターナショナルがあったが、2007年7月に、テレビアサヒの参加に移り、社名も、テレビアサヒ、メディアプレックスに改称した。2013年11月に、同ビル内の関連会社は、 六本木のテレビ朝日保有施設に移転したため、完全に撤収した。同ビルは2014年11月28日より、繊維専門商社、タムラクの東京本社が入居し、ビル名も、タムラク東京本社ビルと改称されている。2013年11月11日より本社を、六本木ヒルズモリタワー16階に移転。2013年12月2日に出マスターを、 更新し、テレビ朝日本社に設置されている、地上波、BS 統合マスターに更新した。テレビ朝日は2014年6月2日に、地上波、BS 統合マスターに更新し、テレビ朝日とマスター設備が統合された。放送事業者名は、BS 朝日、ジャパン FM ネットワークの提供による以下の2つのチャンネルを放送していたが、 2005年9月30日をもって終了した企業団体は当時の名称出展 BS 朝日で放送される音楽番組はかつては 5.1CH サラウンドによるステレオ放送を実施していたが現在はテレビや朝日制作題名のない音楽会の一部の会を除き廃止されている 主にテレビ朝日系列で放送された作品や韓国ドラマなどを放送しているが2008年10月より自局発のオリジナルドラマも放送開始されている第1作はラストメール全国高校野球選手権大会中継放送期間中は昼間に放送される韓国ドラマを中心に雨天順延か田舎に関係なく休止となるただし2017年度に放送の 帯ドラマ劇場第1期については、高校野の放送開始前の時間に設定されているため、概ね通常通り放送された。2007年10月の改編以降、平日夕方のアニメ番組枠に、アニメストリートという名称を設定していた。これに合わせ、時間帯も19時台から17時台、2008年9月までは18時台に移った。しかし2013年9月をもって、 廃枠となった。以降、2014年1月期から2016年7月期まで、及び2017年1月から2019年10月までは、無料 BS 放送局で、唯一アニメ作品を放送していなかった。深夜アニメに関しては、2016年9月まで、親会社のテレビ朝日が、本放映した作品をネットした実績がなく、2016年10月期に、有利。 オンアイスを放送したのが唯一の事例である。また、独立局を主体とした深夜アニメ放送、かつて UHF アニメと言われた放送形態においても長期にわたって展開されたアニメスピリッツ、アニメ魂、10日月単程度であり、これらの放送以降に新作を放送した事例は上記の有利。と、2013年10月期に放送した。 軽騒ぎギがのみであった。なお、2019年11月からは毎週金曜23時30分24時にアニメ放送枠を約2年半ぶりに新設。旧作、独立局系ではあるが、ダーリン・イン・ザ・フランキスを放送開始予定。は、番組自体は、現在も放送継続中。一部、CS 放送のテレ朝チャンネル1。 テレ朝チャンネル2などでも放送中。1月28日、サンバイトジュニアの星屑障子に使用する市販のパーティーグッズのヘリウムガスを使ったゲームの映像を収録していた12歳の児童、サンバイトジュニアのメンバー。以下、漢字と表記がヘリウムガスを吸い込んで意識不明となり、救急搬送される事故が発生した。スタッフが大人用などと書かれた。 ヘリウムガスの注意事項を見落としていたという。その後、身体の半分が動かなくなる、半身麻痺症状が出ていることが明かされた。この事故が原因で当番組は打ち切りとなった。救急隊は18時8分、突起なき限り日本標準時によって、表記に事態を隠しし、現場に同16分、医療機関は同42分に到着した。 救急隊が接触した時点での意識レベル、突起なき限り日本昏水尺度、JCS によって、表記20、s p o が89%という値であった。医療機関到着後、意識レベルは200まで低下したため漢字は ICU に、入室、頭部 CTMRI に異常は見られなかったものの、痙攣が確認され、2月5日時点では、工事の機能障害が残る。 可能性があると判断されていた。11月24日、この事故に関してテレビ朝日が当時の番組担当プロデューサーらを懲戒処分していたことが報道された。処分は10月26日付で行われていたが、テレビ朝日は公表しなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。